石井光子さん、はい、日本維新の会の石井光子です本日はです、ね、私から山際大臣にご質問させていただきますあの。日頃から気になっていたことを少し視点を変えて質問させていただきます、この機会でございます内閣府の日本経済2021から2022の報告書というのを読まさせていただきました、コロナ経済対策事業について2点お伺いしたいと思います。 まずですねあの、日本のコロナ経済対策事業の規模ですが、G、GDP の54%、約293兆円と、世界の先進主要国の中で最高額となっております。はい、でここには昨年の11月に閣議決定された GDP の14%に当たります、約78兆9000億円が含まれておりません。ですからこう2つ合わせると約 372兆円の規模になるわけですねこれだけの経済対策事業規模でありながら景気の回復状況というのを他国と比べますと非常に効率が悪いというデータが出ております後陣を廃していると言わざるを得ないような結果が出ておりまして大変残念に思いました政府は緊急事態宣言やまんえ防止等重点措置が断続的に出されたことでワクチンの接種が遅れ 出たというようなことも理由に挙げているようでございますが、現在のコロナ経済対策事業についての大臣のご見解、現在のご見解をお伺いいたします山際国務大臣。あの先日、ちょっと発表させていただいたんですが、えー、昨年の10・12月の GDP ですね、これがおおむねコロナ前の水準に戻りましたという発表をさせていただきました。 でこれが何を意味しているかと、これで万全だなんてこと言うつもりはないんですけど、何を意味しているかというと、やはりコロナ対策をしっかりやって、ウィズコロナの下でも、えー、経済が回り始めると、きちんと GDP 上がってくるということを意味しているんだろうと、そうなりますと、我々として今やるべきことは何かといえば、コロナ対策を万全を期してやるということと、それと合わせて、あるいはそれの少し遅れてですね、 経済対策を確実に実にに施してていいくということだとだうふうに思っておりますで経済対策は昨年の補正予算で通していただいたものが、今まさに、えー、オンゴーイングでやっておりますので、これを確実に進めるということが重要だというふうに今、思っております。 石井光子さんありがと,うございますところがです、ね、コロナ経済対策の事業の規模に対して、経済の回復の状況がどうかということを、ちょっとデータを見させていただきましたが、世界の景気回復の効率と比較しているデータにはです、ね、日本は極めてパフォーマンス、その効率が悪い。 つまり事業規模の割には景気回復に役立ってない、結びついてないというような結果になっているんです、大臣、それでですね、2019年から12月期の実質 GDP を100とした場合に、コロナ経済対策規模と経済回復の効率を比較したデータを作ってみたんですけれども、ちょっとお聞きいただきます、アメリカは GDP31% で、101.1の景気回復率なんですね。ドイツが GDP の40で 1> 1の景気回復でイギリスが GDP32% を使って、98.5の景気回復率、まあ、中国はです、ね、GDP の何使ってるのかって、どこ見ても出てないんですね、発表してないんですよ。だけど 勝手にの景気回復と書いてあるんですねでこの日本をこれらと比べた場合に、日本は GDP54%、先ほどそう申し上げました、293兆円、プラス79兆円というのを使って、コロナ経済対策規模で景気回復率、これが98%、98.1、これはです、ね、やっぱり、なぜこんなに効率が悪いのかということを、ぜひここでお話しいただきたいんですが、いかがでしょうか山際国務大臣。 あの先生すみません、その試算が何に基づいて、どういうものかということについてがです、ねあの、私の頭ですぐに理解できるものではないので、えー、それの比較の中でどうかということは、あのちょっと控えさせていただきますが、しかし先生のおっしゃるように、やはりあのもう少し経済は活性化させられるだけのポテンシャルが、我が国にはあると思います。あると思いますが それがまだううままくそこに火がついいいててないというのは現実だだ我々考えておりますだからこそ、先ほど申し上げたように、どうしても私たち日本人は、少し慎重なところがあるのは間違いないと思うんですね。ですから、このコロナ対策を万全を期して、安全だ、安心だということをみんなが思えるような状況になってくることがです、ね、経済を活性化させる上での基本条件になってくるようなところがあるので、それを必死にやるしかないのかなと思っております石井光子さん。ありがとうございます まあでもですねちょっといつ、トゥー・レイトっていうね、いつもちょっと遅いかなっていう感じがするんですね、出していくのがですね、もうあのワクチン接種のもう迅速に実施していれば、お亡くなりになった方も少なかったかなというような、確かに計算は私がしたんでありますけれども、やっぱりあの非効率的な経済対策の国民の税金を使っているということは、やっぱりあのデータの見せ方だけで国民の暮らしがよくなったような、要ふうに見せる、実は GDP、大事ですよ、大事ですけれども、やっぱり景気の回復の実感ができないのは、やっぱり やっぱり政府がダサい打開策をとってていいいななかからじゃないかという意見も出ております国民に目に見えるような形で、人的資源だったり、設備資源を現在のコロナ禍に積極的に対応させていくことが政府に求められているということと、もう一つ、GDP を示すことの方法も一つあるんですが、景気ウォッチャーの調査ですとかですね、あとあの消費者 態度の指数っていうのもあるんですけれども、この中にこういったものもで国民のその景気の実感を上昇させるっていうような方向にももう少し傾注していただきたいということを申し上げまして、あの大臣の最後のご感想を聞きたいんでございます。あ、時間の、ね、やつは過ぎてるんですね。い分あるんじゃなくて失礼いたしました。<laughs> 失礼いたしました。これで終わります。<laughs> ありがとうございました。 그러면. 드라마...